馬娘で思わず、あなた本当に中等部ですかと言っちゃうキャラ5選パート2。一つ目、北三ブラック。好きなものは大抵一目惚れのお祭り馬娘。世界線がバグってたら行って急で宮川大輔と世界中のお祭りに参加してそう。ちなみに里のダイヤモンドも中等部。二つ目、コパドリッキー。ちびっ子たちの初恋ハンターという特殊属性を持っていて、これで中等部ですというのはちょっと首をかしげてしまうだろう。ちなみに風水を使わないとただのドジっ子になる。三つ目、北高たるまい。苫小牧観光大使に選ばれて全力で苫小牧を押しまくる6ドルというのは別にいいんだけど、本当に中等部なんですか？酔いとまけ食えばこうなるんですか？4つ目、アストマーシャン。まるでキー作品に出てきそうなモノマネが得意な馬娘。原案ではこんな太ももしてるくせに中等部っていうのはもう何を信じればいいのかわからない。5つ目、名称ドド。胸にメロン乗せてんのかーい。他にも意外な中等部の馬娘がいたらじゃんじゃんコメントください。